ベントークは、カンボジアの政治家。ポルポトの長年の側近で、民主カンプチア政権においては、経済担当副首相を務めた。カンプチア共産党中央委員会常務委員。1978年、粛清。別名、ソクトオクボンベト。裕福な家庭の出身で、フランスへの留学経験を持つ。1940年代末に始まる。 幸仏戦争に参加し、1954年5月には、国境地域においてサロとサルに出会い、またトゥーサムートの下で、政治訓練を受けた。同年7月の休戦協定成立後は、プノンペンにおいて、党活動を開始し、以降ポルポトの弟分として、その強い引きで党の重要ポストに昇進する。50年代後半から60年代前半。 私立チャムルンビチア高校で教師を務め、ポルポトも同じ職場であった。1963年2月、カンボジア労働党党大会において、ポルポトが党初期に選出されると、同時に強くも党中央委員に抜擢され、また同年より、プノンペン党委員会の責任者も務めた。1970年3月、ウハロン・ノル将軍がクーデターを起こすと、 追放された、シハヌーク元首は5月4日、北京において、カンボジア王国民族連合政府を樹立。トウクも国内に泊まりながら、国家安全及び内務担当時間に任命された。1971年1月、党中央委員会の集会において、プノンペン周辺に新設された、特別地域初期に任命され、移行道地域の解放闘争を指揮した。 1975年4月17日に、クメールルージュがプノンペンを制圧すると、その3日後の4月20日朝、ポルポトに同行して、プノンペン入りした。1975年8月、王国民族連合政府の交通、産業担当副首相に任命され、経済関係の統括責任者となる。同年9月の時点では、党中央委員会常務委員の地位にあった。 同年10月、登場務委員会において事実上の閣僚ポストの配分が行われると、トゥークは産業、鉄道、漁業担当となった。1976年1月に民主カンプチア憲法が発布された後、4月14日にポルポト内閣の経済担当副首相に任命された。その下には、農業工業商業などの6委員会の委員長が配置され、 経済関係全体を統括する長閣僚の役割が与えられた。1977年9月から10月にはポルポトを団長とする党、政府代表団の一員として中国と北朝鮮を訪問している。1978年11月1日から2日の党大会においては党中央委員会常務委員に再選出され、経済及び計画を担当し、 序列第5位とされた。しかし、党大会の翌朝、モクコン、ソファルトの会合中に部屋に兵士が乱入し、ソファルトと共に逮捕され、S21 監獄に連行された。また、別証言によれば、ヌオンチアの命令を受けたモクが、その自宅で個人的に逮捕し連行した、とされる。罪状はクーデターを計画したこと、だった。 同年12月の供述書によれば、すでに自殺した、ーピム東部地域初期の名を挙げて、二人とも共産党に反対するカンボジア労働者党のメンバーとして破壊活動をしたと自白している。また、ケポクのことも反逆者として名指ししている。トゥオクは、間もなく処刑され、遺体は埋められた。しかし、ヌオンチアの命令により遺体は掘り起こされ、 処刑の証拠として写真が撮影された。妻は、ブルム、パル、別名瓶。1978年に逮捕され、処刑。娘は、東高級幹部を務めたペンソペアップ。1978年、父親と共に逮捕された。同年、処刑。山田、19ページ、表一チャンドラー、79ページ。山田、24ページ。 山田、26ページ。イエンサリの証言によれば、乗務委員は、サロトサル、ヌオーンチア、ソーピム、イエンサリの4人とされる。ショート、210ページ。中途、出所67ページ。ヌオーンチアの未発表回顧録によれば、乗務委員は、サロトサル、ヌオーンチア、ソーピム、イエンサリの4人とされる。ヘダー、ティットモア、102ページ。 中百八十四。山田博士によれば、序列第五位の政治局員とされる。山田二十八ページ、表二。ショート三百十六ページ、厳中五。ショート三百三十三から三百三十四ページ。当時は、孫戦とどっちの上役であった。山田百二十三ページ。ショート四百三十七ページ。ショート 464ページ。イエンサリの証言による。ヘダー、ティットモア、95ページ。チャンドラー、178ページ。AB、ヤマダ、98ページ。ヤマダ、123ページ。チャンドラー、221ページ。1977年インドシナ重要日誌。ヘダー、ティットモア、96ページ。イエンサリの証言による。ショート、 593ページ。自身の供述書によれば、1978年11月2日に S21 に収容された、としている。ヘダー、ティットモア、102ページ、現中186。どっちの証言による。ヘダー、ティットモア、152ページ、202ページ、中395。チャンドラー、157ページ。チャンドラー、 153ページ、331から332ページ現中。ヘダー、ティットモア、88ページ、現中130。どっちの証言による。ヘダー、ティットモア、114ページ。チャンドラー、355ページ。チャンドラー、190ページ。ありがとうございます。